瀬尾さんと先日ゲームショー行ったじゃないですか。はい、行きました ね。であれで取材だなんだってして、うんうん、でちょっと僕タバコ吸わせてって喫煙所のところであのコンクリートの地べた吸ってタバコ吸ってたじゃないですか。はい、あれあのカットはどうなったんですかね。あれはなんかアイキャッチにいいんじゃないみたいな、うん、お蔵入り水曜ゲームしよう。改めましてこんばんは。どうもリオさんのサスペスタイヤことウォークインです。よろしくお願いします。はい、改めましてこんばんは。今日はちょっと乗っかるネタを考えてません。瀬尾アスカです。毎回ワールドになると乗っかれないなと思っちゃって何も考えたら言ってます。国内から出たことないんで。はい、さてこの番組は毎週水曜日の20時よりここ秋葉 .tv ステーションより毎回ゲームメーカー様直送の情報をゲーム大好きなユーザーの皆様にゲーム大好きなパーソナリティでお送りしておりますゲーム紹介バラエティ番組です。はい、今夜1時間たっぷりお楽しみください。はい、よろしくお願いします、はい。それでは今夜ご紹介するゲームはこちらです。はい、今回ご紹介いただくタイトルはですね、プレイステーション3用のタイトルでございます。超次元ゲームネプチューンです。まずはですねコンパイルハートの広報の金子さん、そしてプロデューサーの水野さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人に簡単に自己紹介をお願いします。はい、コンパイルハートの広報を担当しております金子です。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。同じくコンパイルハートネプテューンのプロデューサーをやっております水野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金子さんと水野さんにお越しいただいております。はい、今回はですねこのお二方からいろいろなお話を伺いながら、うん、今回ご紹介いたします超次元ゲームネプテューンの魅力を、うん、魅力をたっぷりと、うん、はい、ご紹介してまいりたいと思います。はい、さてそれではですねいろいろとお持ちいただいてまた皆様にあの見ていただくものもたくさんあるということですけれども、うん、早速金子さんこの超次元ゲームネプテューンとは一体どういった、ね、じゃあ早速ですけれども、はい、超次元ゲームネプテューンの PV をご覧になっていただきたいと、はい、まあ、見ればわかると思いますので、はい、ではどうぞお願いします。失礼します。超次元ゲームネプテューンとは、うん、と言いましてもというあれなんですけれども、ですね、ネプテューンヌは、セガ様、ガスト様、日本一ソフトウェア様とアイデアファクトリー様と弊社コンパイルハートのコラボゲームタイトルですね。はい、はい、マジコンヌによってゲーム業界がモンスターたちに溢れ返ってしまうんですね。はい、それに対して、師匠のイストワールがもうどうしたらいいのかという状態になってしまいます。どうしたの、はい、それに対抗するネプテューンたち、うん、ですね、水野さん。はい、業界舞台に女神たちが戦いを繰り広げるという世界を救うというゲームです。世界の名前がもういいですよね。ゲーム業界、うん、受けてみなさい。この出ているのが登場する女神たち。そうですね、そうですね、うん、ゲームハード機を受けてちなみにどのキャラクターがどのゲームハードっていうのはあくまでも架空のゲームハードという設定になるので、はい、皆さんもご想像、はい、にお任せしますという ご想像です。はい、個性豊かな擬人化キャラクターです。そのこの名前もメーカーの名前なんですね。はい、ゲームハードハード機の擬人化だけではなく、はい、他の、ゲームメーカーさんの擬人化キャラクターたちも出てきます。キャラ独自の特殊能力で、はい、まあどんどん新たな道を切り開いて、それとは、はい、はい、懐かしのゲームキャラクターでモンスターたちと戦うんですけれども、はい、アレックスキットの他にも、はい、さらにですねこの後出てくるんですけれども、はい、ヨシノビ、スペースハリア、その他にもオパオパなど懐かしのセガーゲームのキャラクターが出てきます。これある意味ね、セガのファンの方にとっても、ね、とても楽しみの一つですよね。それでは、
先ほどでもちらっと出てきました、うん、あこちらなんですけれどもただいま配信中です、はい、これがプレイステーション3明日配信に明日配信、はい、ダイナミックカスタムテーマっていうの、はい、これも ST さんがマジェコングが読んでいいのかなこの単語で厳しいですね厳しいですけども、まあ、ご想像にお任せしますそうですねはい、はい、ランブリングハウスさんコンパジャンいいですこので自由な方法性素敵ですねこの、はい、自分を全く隠さないこの会話、じゃあその早速コンパちゃんをおはいそれではコンパちゃん見てみましょうコンパちゃんをはいメーカー擬人化キャラクターですねこちらアイディアファクトリーさんの IF ちゃん、はい、弊社コンパイルファートのコンパちゃん、はいうん、それぞれ可愛いですこちらコンパちゃんって縮め方ちょっと間違えてるコンパちゃんコンパちゃん可愛いですねこれ、うんはい、こちら、ガストさんのガストちゃんと日本一ソフトウェアさんの日本一ちゃん、はい、これやっぱりメーカーさんの性格がこのキャラクターの性格反映してたりするんですか、うん、そうなんですよ結構見た目もはい見た目もそのまんま企業さんをメーカーさんを意識したじゃあもうこんな感じの社風ですよねって言って、はい、キャラクターを作って色味とかもあ色味とか、はい、あなるほど雰囲気もそうですよね、はいでガストちゃんだったらなんかものづくりが得意だとか、うん、日本一ちゃんだといろいろ人を殴るのが得意とか今日本一ちゃんも見ていただければ分かるようにあ日本一のキャラクターだなと日本一ちゃんはもう一目で分かります、ね、こういう感じを推しなんだなっていうキャラクターなんですね、うんはい、それで本日はですね、はい12月の22日にダウンロードコンテンツにて配信予定の 5PB ちゃんとレッドちゃんという新キャラクターの紹介に参りましたじゃあ 5PB さんと、はいレッドさんも、はい、もうかわいそうって言い方がおかしいですねもうかわいそうあの巻き込まれてしまう、はい、まさにペロペロという感じで お誘いしたわけでございますね、はいはい、そうです言葉って難しいね難しい日本語で選ぶ方大切はい、はいでは、はい、そちらの、はい、そうですねじゃあ 5PB ちゃんのまず紹介からさせていただきたいと、はいうん、思います。はい、コンパちゃんと合コンしたいです。僕もその一票乗っかります。はい、それでは、新キャラクターの方水野から。はい、そうですね。5PB さんのメーカーキャラクター、5PB ちゃん、世界を旅するストリートミュージシャンで、はい、声はですね、オープニングテーマ曲を歌ってくださったナオさんが演じてくださいました。はい、もうこのナオさんをぜひネプチューンのスタッフ一同がナオさんでお願いしたいということで、念願かなって。もう無理を言って演じてもらいました。もうそこはミュージシャンだけに、はい、なるほどそうですね、はい、ミュージシャンの割には極度の人見知りで、まあ、衣装すごく赤面家なんですよ、はいはい、あと衣装作りが趣味だったりツインネックギターが弾けますツインネックギターツインネックってどういうやつ棒が2本あるやつ、はい、そうそう棒が2本無理ねあれ手が3本だけ無理ですよねそんなキャラクターじゃないのそういう3本ないですみたいじゃないんですねあとはモノブアメとかロックゲーミュージックが好きでとプラネテューヌっていう都市があるんですけど、はい、そのプラネテューヌ製のギターを持ってます、うんうんうん、あと首元にはハート型のピックがあってそれを持って演奏します、ヘッドホンはですねスピーカー内蔵で、うんヘッドホン愛用しているという 5PB ちゃんのはプラネティウヌ出身なんですか、はい、5PB ちゃんはリーンボックス生まれです、うん、スピーカー内蔵のヘッドホンで内蔵してるって普通スピーカーついてますねヘッドホンに外に音が出るんですかもうそこはもうゲームをやってくださいとしか言えませんはい外に音が出たらこの前だと電車乗れないよねさすがですねそのツッコミはごめんなさいなんかこういうツッコミ方ちょっと初めて褒められるとちょっと弱いんで褒めてないですしあ本当に褒めてないよそういうのと、はいはい設定がですねこちらは、はい、3D モデルオクスタイの設定画を皆様に、ね、真ん中の設定が明らかにこれ白いの見えてますけど大丈夫なんですかこれ放送しちゃってお洋服の中身が見えてますここまでちゃんと再現されてるんでそれ後ほど見ていただければ、はい、大変楽しみです、ね、はい、思います。じゃあ続きましてレッドエンターテインメントさんのメーカー擬人化キャラクターレッドちゃん。レッドちゃん。はい。こちらは伊藤かなえさんが元気いっぱいにイメージ通りのレッドちゃんを演じてくださいました。うん、もう本当に元気いっぱいのおてんば少女です。とにかく明るく活発で嫁を求めて旅をしている女の子なのに嫁を求めてです。
ね、あとはもういろんなところからレトちゃん出現します。これは面白いですね、設定が、はい、設定があってですね、髪型のところはちょうど R の形で、はい、髪の毛の形が R なんですね、はいはい、結んでるところが R になってて、 E っていうのは胸のサイズ、はい、で肩にはドラゴンが乗っていて D で RED のレッドっていうちょっと後ろ素的なもの、こんな幼い顔立ちなのに結構なお胸のサイズですね、はい、ロリ巨乳です、ロリ巨乳で肩にドラゴン乗ってるなんてなかなか引かないですよ、ヘビメタコぐらいですよちょっと遅れてプロデューサーが集めたら笑うところが年齢を感じますね、ね、こちらも設定がなってます、本当にロリ巨乳ですね、ロリ巨乳です、かわいいです。レッドさんの E が A だったらね、だったら何なのかね、うん、ごめんなさい、ね、スペル間違えればよかった、師匠のドストライク、スペル間違えればよかったのに日本一ちゃんがいるじゃないですかそうね、そうねじゃなくてほらそうねってた、はいですね、これは持ち物ですか、うん、持ち物、武器になります、いつも体の中隠し持っていて、うん、戦うとこれらが出現してくるっていう、フリスビーとヨーヨーとけん玉と、下の方の週刊誌は、週刊誌、はい、雑誌、小説本、小説本という設定、てっきりレッドちゃんの武器だって言うからね、あの花屋敷のジェットコースターかと思ったんですけど、そうじゃないのあ、それは面白かったです、ね、あ、いえいえ、ごめんなさいごめんなさい、いいネタです、ありですね、ありです、水野さんが新しいツッコミを入れてくれましたね、はい、ね、あまり僕にツッコミ入れるとあのプロデューサーから次の番組僕と一緒に組まされますから気をつけてくださいそうです、私それをやって組まされちゃったんです、あ、そうなんです、じゃあ、あまりツッコまない、組まされちゃったってやつありましたへえ、いろいろ細かいところまで全部こういうの決まってる、はい、これ、はい、本、これ本、小説、あ、小説本だ、説、はい、何に使うんですかこれ、あの後で見ていただければ分かると思います、出てくるんですか、おというところで、へえ、ところで冗談じゃないよみたいな感じの感じでいいですけどね、冗談じゃないよ、分かりづらいですよね、右手をガッとかで、そうですね、はい、はい、ということで、そうですねごめんなさい、ごめんなさいということで、はい、これからあの一足お先に、うん、ハイピーピーちゃんとレッドちゃんのちょっとイベントを紹介したいなと思うんですけど、はい、まだ配信がでも来週、来週ですね、来週なんですけど、いいんですか、はい、ということでネタバレ注意ですと出てまいります、はい、あ、本当だ、ネタバレ、ここからは本邦初公開と、はい、そのためのネタバレ注意ってこれ画面なんですね、そうなんです、ね、なんかさっきから一回この画面見せてもらった時、何だろうネタバレ注意って横から見せてもらったんですけど、はい、社訓ですかって聞いたら違いますあ、そうなんです、そういうこと、はい、これはからあの実際のゲームをプレイすることになりますので、ガチだ、ガチでネタバレ注意ってことですね、そうなんです、もし嫌だって人はもう、はい、音声だけで、音声だけで、あ、はい、あ、まだ見たくない人はってことですね、こうやってわーって言ってばいいだけですはい、じゃあ初公開のイベントシーンを、そうです、イベントシーンをまず、はい、ビービーちゃん、レッドちゃんの順でお見せしたい、うん、今までもじゃあこういう感じで配信されてたキャラクターっていうのは今ずっといたんですか、ダウンロードコンテンツとか、はい、そうですね、はい、ガストさん、ガストちゃんと日本一ちゃんがダウンロードキャラクターですね、そちらはもう現在配信中です、ね、面白いです、こういう形でね、あのキャラクターを配信して、うん、しかもこういうね、よくあるのがなんか一ついろんなシューティングの時期とかあるんですけど、うん、RPG でもこういうキャラクターって配信とかあるんですね、ということで、はい、ではゲーム画面の方お願いできますでしょうか、はい、はい、では本邦初公開の動くレッドちゃんと動く 5PB ちゃんでございます、はい、そうです、挙動不審みたいなちょっとですね、うん、楽しみですね、そうですね、はい、見たくない方はモニターオフにしてください、中源さんが賛同します、ロリキュンリーは正義正義って言ってるうん、結構ね、みんなロリ巨乳が賛成って書いてるね、そんなにロリで巨乳好きなの、ロリで巨乳がいいんですね、ぺったんこじゃダメなんですか、師匠はぺったんこの方がいいでしょ、そこはちょっと酒を交わしてみないと、あわ先どつも話し合って酒を交わしてみないと語れない、うん、語れない部分がありますね、やでしょ、2時間とか付き合わされたくないでしょ、あ、別に師匠が喋り足りないって言うんだったら付き合いますけど、あ、うん、ちょうど今出てる IF ちゃんは、IF ちゃんはぺったんこ、ぺったんこ、ぺったんこですね、
タンコマではない A ですね。 A そこら辺は女の子にとっては重要ですもんね。ていうか気にする、そんな女性の胸のサイズって。そんな気にしないけど、あ、なんだ、それは師匠だから気にしないの。いやいや、なんだなんだなんだ、今度男性陣も敵回せない。そんなね、人の体のことをうだうだ言っちゃいけません。ダメですよ、本当に。なんだったら整形しろってことですよね。今日の何かに呼ばれたアイエフちゃんの、あ、アイエフちゃんがメス入れれば、あゆちゃんは 5PB ちゃんのことを知ってるんですか。有名なんですか、 5PB ちゃん。そうなんですよ、すでに有名で、各地を回っている。世界を股にかけるミュージシャンって出てましたもんね。なんてね、年も近いし、女の子でソロ活動だし、なんか親近感がちょっと喋ってますけども、結構リアリティあること言ってますね。あゆちゃんしっかり者なんで、コメント、うんうんみたいなところ、今までこっちが触れていいものなのかなと思って騙したら触れてますもんね。なでね、このイベント CG もやっぱり初めて、はい、そう、登場ですよね。いや、声遠くてよく聞こえないけど、もう少し近くに。こんな屋外なのにスピーカー内蔵だから、アンプがもうちゃんと内蔵されてるんでしょうね。どこでも歌えるっていうことですね。素敵じゃないですか、ね、こんだけいっぱい今ね、学級閉鎖とか言って学校休まれて風邪ひいて大変だから、この寒い季節に、本当季節の変わり目で大変ですよ。黙れって分かった。そうですね。黙っちゃったじゃないですか。どうすりゃいいんだよ。あ、で赤面症の、なるほど。こちらの声は、うん、上田かな、上田かな、まゆみちゃんがなおさん、なおさん、うん、なおさんは声優活動はなさってる方ではない。夢は声優になりたかったって前おっしゃってました。そうなんですね。あ、今チャットで書いてるスズポルさんがですね、はい、多分僕と気持ちが一緒のこと書いてますね、うん、残念ながらね、録画で見てる方は何書いたか分かんないと思うんですけど、あえて声には出しません。はい、あ、逃げちゃうんですね。そうなんですよ、極度の人見知り。すごい極度の人見知り。倒したらどんだけ経験値高いんでしょうね、この子。そうなんですよ。なんでこの後果たしてどうなるやらということで、あとは皆さん、あとラストコンテンツでお楽しみいただければと思います。はい、ございます。はい、次にですね、次に、はい、はい、レッドちゃんを紹介したいと思います。レッドちゃんを、はい、からどんだけリラックスしてるんでしょうね。台本全くめくってないですよ。質問で、はい、5PB ちゃんとお腹のトーン記号はタトゥーですかってことなんですけど、はい、タトゥーです。あ、タトゥーなんですね。人見知りで赤面症なのにお腹にタトゥーを入れているという。そうです。人くらいですよね、タトゥー入れないのって。普通海外の人結構入れる人いますね、家族の名前入れたりだとか。そういう、そうか、プロレスラーとか海外ってみんなタトゥー入れたりしてますもんね。うん、うん、じゃあ偏見を持っちゃいけないってことなんですね。はい、プール入れないけどね。銭湯も行けないですよね。銭湯も行けないですよ、大変ですよ。あー、俺銭湯嫌いだったからタトゥー入れりゃいいのか。え、そういう問題。そうそうそう、いや、クロスブリッジの人に西崎さん温泉行こうよって言ったんだけど、いつも断ってたんですけど、タトゥー入れちゃえばね。逃げ場ができるぞと。こっちも IF ちゃんなんですね、出会うのは。そうなんです、IF ちゃん出会いが多い。出会いが多い。姫、どこから？右？左？どこなの？今助けるわ。正義感あふれる IF ちゃんですよ。笑顔が素敵じゃない。ね、接客に向いてますよ、こういうこの子は。お客様の心を安心させてくれますよ。でもあれですよ、どっから出てくるか分かんないんですよ。上とか神出鬼没です。
上のコンセントレールとか貼り付いてりゃいいじゃないですかね。ですね。結構和風って感じですよね。だから降りてって言ったのよ。触れちゃまずいと触れましたかね。なことないです。なことないです。どこから落ちてきたの。なんかそのせいなのか、もうすでに海外でも人気があるらしくて、あ、弊社のフランス人のスタッフが言ってました。あ、レッドちゃん大人気です。フランス人の方ってこの間のあの方いらっしゃいました。あの方、あのかっこいい方や。アナレスト戦記の時にチラッと、まあ、カメラには映ってないかもしれませんけど、ね、ね、かっこいい方言いました。あの方だったら僕食われてもいいよ。また言うそれ。まだ言いますかそれ。あ、じゃあ次回の、また何を呼んできますね。やめ、本当に本気にするんですよ。どうする、それでクリスマスとか余計上げられてもちょっと困っちゃうんですけども。これは、え、でも和風の装束を着てるっていうことは、うん、出身が この世界じゃなかったりとか。出身はプラネティウムなんですよね。そういう人たちもいるっていうことですか。そういう人、いろんな人、いろんな人たちがいるっていうことなんですね。これでっかい首元にマガタマがあるんですね。はい、マガタマかな。まあ、マガタマですね。ね、またあれですね、 5PB ちゃんとはとっても対照的ですね。両極端ですね。いや、明るく頑張ったんですよ。あんだけ波乱万丈があったのに。何に、おかしい、プロデューサーの目の鋭さがこっち怖い。怖いな。結婚したら嫁なんだよね。レッドちゃんが落ちてきて乗っかることに対していろんな意見が飛んでるみたいですね。ね、はい、降ってきてどかない店員が嫌ですという人もいれば、いや俺の上にも降ってきてほしいという人もいて、賛否両論。なかなか上から空から物が降ってくることってね、特に人間なんて空から降ってこない。あれ、なんか記憶の片隅に、あ、ごめんなさいごめんなさい、あれはね、違う、あれは深夜番組。これだけ可愛い女の子が降ってきたら、はい、ねえ、それもたまりませんよ。たまりませんね。ロリ巨乳が空から降ってきて上に乗っかってどかない。どうですか、ちょっと夢膨らみますか。ん、あれ、あんまりでも現実味が離れてるとね、若干犯罪臭ですね。マイク乗ってないと思って、はい、犯罪臭がすると言われました。何しんのおかしい、なんか 俺だけ悪者みたいになってると。はい、という両極端な登場の仕方をする、はい、2人ですけれども、はい、はい、そうですね、本当その通りなんです。新登場ということで、はい、うん、はい、ということで、明日からレッドちゃんは俺の嫁だって言ってる。お、ありがとうございます。ありがとうございます。もうぜひとも、さっきこの子別の子ペロペロするって言ってましたよね。まあはい、ということで初登場のシーンというのをご覧いただきましたけれども、はい、はい、では引き続いてこれからバトルシーンを紹介したいなと思うんですけど、はい、よろしいでしょうか。ぜひお願いします、はい、これも本邦初公開の 5PB ちゃんとレッドちゃんの戦闘シーン、まず 5PB ちゃんからですね、うん、はい、一緒にもパーティーを組んでるので、はい、なんですけど結構いい、うん、まあ、5PB ちゃんとレッドちゃん、あ、切り替え、はい、どのキャラクターでも切り替えられる、はい、そう、この子は走る時キーンって言わないんですか。ちょっと言わないです。なるほど、はい、怒られますよまた。はい、まあ元気いっぱい走り方って。そうですね、なるほど。戦闘シーンです。はい、まず PP ちゃんは基本的にギターを持って戦います、うんうん、ギターで攻撃する、はい、うんうん、5PB らしい攻撃の仕方ですね。なるほど、音楽が武器みたいな。そうです。ほう、でこれが大きい必殺技です。ほう、うん、首元のチョーカーがピックになると、うん、あ、ステージですね。
チラキラいいじゃないですか言いたくなりますよ ねボスもそれが見たいがために攻撃待ってますからね5PB ちゃんの見えそうで見えない加減でこのスタート丈が見えてますけどね見えてますか見えてますねちゃんと中まで設定作ってありましたもんねすごいじゃん、ゲームでするところまで作るんですね今度は2ポイント。あ、違います。レッドちゃん。レッドちゃん。レッドちゃんです。レッドちゃんは、けん玉、ヨーヨー、フリスピー。なんかちょっと前の、子供たちが遊んでた時代の、そうですね、玩具って言うのしますね。これは、背負ってた、ドラゴンが。食べちゃうぞーわーあごめんなさい、でも何も考えないで思ったこと口師匠もうマイクテスト終わってますよかなり強力な感じの攻撃ですね、うんうん、一番これが大きい人なんかレッドさんだけにKC源氏の隕石みたいな仕事しますよね、うん、もうレッドちゃん一人で片付くんじゃないかっていうぐらいの強力ですね、うんこれゲーム番組だよね、見てていいの見てていや、ちょっと見入ってしまいました、ね、特にね、うん、あ、そうです、これ、はい、コマンドの入力とか、はい、そういったものは、うん、もうボタンを押してるだけ、はい、ボタンを自分で好きな技をセットして、はい、それをもう順番に押していくだけっていう、うん、とても簡単な、じゃあ複雑な操作ではなく、はい、またこれも、うん、かっこいいですね、本当だ本当だ、Eカップで揺れてるもんこっち向いたら見えますね、うん、細かいな、結構あれですね、レッドちゃんは攻撃のバリエーションが豊富ですね、そうなんですよ、うん、はい、なるほど、いかがでしたでしょうか、はいはい、ありがとうございます。はい、今回はですね、こうして新しく登場したキャラクター2人の登場シーンと、うん、そして戦闘シーンというのをちょっと私たちもじっくり見すぎてしまいましたけども、そうですね、まあ普通にポケーと見ちゃいましたねよかったんだね、あれね、ぜひこの2人を使ってみたいという方は、うん、明日から配信22日から配信ということですので、ぜひこちらもダウンロードして、はい、見ていただけるかと、はい、キャラクターに加えていただきたいと思います、はい、これ月田さんコメントいただいてるのかなえちゃんの声って、かなえちゃんってどちらのキャラですか、伊藤かなえちゃんはレッドちゃん、レッドさんの声、はい、あ、レッドさんの声だったか、なるほどね、はい、言ってましたねさっきね、うん、もう忘れてないですよ、こっちからこっちから元気いっぱいにっていうことなので無理なんですよ、はい、オープニング動画何喋ったかも覚えてないはい、こちら12月22日配信予定ですので、はいはい、お願いいたします、ぜひよろしくお願いします。ネプコはまた皆さん自宅でしっかり使っていただきたいと思います、はい、ネプコさんは、はい、はい、ということで、ご紹介いただきましたけれども、うん、今回はこの他に、はい、それとですね、はい、今回スペシャルゲストがおりますので、はい、こちらの方々に商品のご説明を、ではどうぞ、はい、じゃあゲストの方に、はい、はい、こんばんは、レッドエンターテインメントです、前回のアガレスト戦記2の、ご紹介に続いてですね、またお邪魔しています、はい、今回もアガレスト戦記2抱き枕カバーのご紹介に伺いました、ありがとうございます、ありがとうございます、おや、前回、お知らせしたですね、ラフ画からちょっと絵がアップされましたので、そちらの紹介をさせてください、こちらまず、フィオナですね、はい、こちら表裏相当ちょっと過激な感じになっていますけれども、今回もですね、アガレスト戦記2でないゲーム内で使用されています、アイドル衣装
こちらの方もモチーフにして、作っております。ちょっとこちらの方も、ね、泡もですね今鋭意ちょっと調整中ですので調整中、はい、弊社も頑張っております、はい、次はですね、イバですね、はい、こちらの方ですね、とうとう色がつきました。はい、こんな感じです。でこちらですね裏側に行きますとこんな感じで、なかなかちょっと今回も頑張らせていただきました。でこちらの方ですね、今後もちょっとデザイン作業については進行しておりますので、ちょっと実物はちょっとまだどうなるかは分からないといったところで、ぜひご期待いただければと思います。そちらは絵がシンクロしてる感じ。はい、そうなんです。こちらですね表面を2つ合わせると1つの絵になるということで、こちらの方ですねぜひ両方合わせてお買い求めいただければなと思っております。真ん中に自分が寝るんですね。そうですね、真ん中に寝ていただけると左右からつつかれる感じ、左右からツンツンされる感じ、なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、ベッドに女何人追い込む気がはい、でこちらの方ですねもうただいま受注始まっておりまして、1月の4日24時までこちら受注受け付けております。完全受注制になっておりますので、受注生産になっておりますので、この機会を見逃しないようにぜひよろしくお願いします。はい、でついでにですね第1弾の時にどんな抱き枕カバーをちょっと出したかということで、こちらですね第1弾はビクトリアを使用しました。ちょっとこちらの方ですね、ツーウェイトリコットライクラ製と非常に手触りの良い素材で、前回も生地についてお話しされましたもんね、でピラッピラッこんな感じになっております。はい、こちらの方ですね、もうちょっとこちらの方第一弾の方は、もう受注が締め切ってしまいましたのでお買い求めいただけないんですけれども、今欲しいと思った方はこの機会逃さないように第2弾はぜひぜひ公式サイトの方、チェックしてみてください。アガレスト戦記2限定ショップ、こちらの方で受注受け付けております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今見て欲しいと思ってももう手に入らないという。いやー今画面見てるとカメラマンさんすっごい上手かったですよ、画面見た時の位置ね、舐めるようにこ う表にしてからゆっくりし、違うびっくりしました。レッドさんいることを忘れて、僕さっきレッドさんの中言ってはいけないこと言っちゃったんじゃないかな大丈夫ですか。大丈夫です。浅草の中ジェットコースターとかそういうこと言っちゃうんですか。今日に限ったことじゃないから大丈夫です。わかりました。さてということでいろいろご紹介をいただきましたけれども、はい、今回はもう一つ実はプレゼントをお持ちいただいているということで、はい、そうですね、本日ずっと前に飾ってあったこちらなんですけれども、はいはいはい、こちらですね、はい、そうですね、こちら予約特典であったビジュアルファンブックですね、はい、これをこれですね、はい、中に実はこちら見えますでしょうか。あ、はい、サインとイラストが、はい、こちらは、イラスト担当していただいているきなこさんの直筆のイラストですね、こちら自分が欲しいですね、はい、これをですね、はい、なんと1名の方に、あ、1名のみですので、はい、振ってご応募ください。お願いします。限定1名です。もうすでにこのビジュアルブック自体が手に入らない。そうですね、こちらも予約特典ですので、はい、予約者のみですね。なるほど。前回もそうですけど、うちのスタッフが何とかして応募少数でうち僕のとこ回ってこないからみたいな、ね、絶対そんなことしちゃダメだからってあれ気も見えですよね。ちゃんと等々線の方にはお送りされてるんですけど、ちゃんと抽選してますので、はいはい、もうしばらくお待ちください。なんかこういうやつでやってた、こういうやつですか、うん、だけどね、こういうやつでガラガラするんですけど、じゃあもう本当に運です ね、はい、皆様どしどしお寄せいただきたいと思います。はい、はい、すごく開脚ですって、はい、米もこう、まあ、なんで僕これに目つけちゃったんだ中堅さんが開脚してるんですか。いや、うん、違う、どっちに取っていただいてもいいと思いますよどっち、はい、はい、ということで、はい、今回はこちら超次元ゲームネプテューヌと、ネプテューヌ失礼しました、はい、ネプテューヌとよく間違えました、はい、そしてアガレスト戦記の抱き枕の方ご紹介いただきましたけれども、はい、最後に一言ずつ PR をお願いします。はい、8月19日に発売になりました超次元ゲームネプテューヌ、まだまだダウンロードコンテンツでも十分に楽しめると思いますので、皆さんまだお買い上げのでない方はよろしくお願いします、はい、この機会にぜひよろしくお願いしま す。はい、以上ですね、本日のゲームレコメンドプレイステーション3のタイトル超次元ゲームネプテューヌでした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。
コーナーに参りますので、一度申し訳ございませんけれども、はい、ご退席いただいて、はい、続いてのコーナーはこんな動きながら言うのもあれですけれども、ではゲーム女子部の活動レポートに参りたいと思います。これはしょうがないでしょ、僕のセリフでも言えないんだもんこれはしょうがない、これは僕のセリフ叫べないでしょ今日はすごいちゃんとやってる、今日はちゃんとやってる、えらい、びっくりする。今日はあの師匠はあれですよね、何がですか、気持ちを入れ替えて生まれ変わってきたんだ俺はって言ってましたもんね、言ってました、うん、はい、あのちゃんとね、ちゃんと台本読むことにしましたそれね、もうなんか見て、ここに黒と赤のとボールペン、ちゃんと自分の読むとこ丸つけてるんだもん、偉いでしょ、ね、ていうか東京ゲームショウの最後の方から言ってるんですよ、ずっとこの番組の始まる前から。え、で、いつから読み始めました、え、ちょっとね、読んで28ぐらいで読んでない、あ、ですよね、うん、ビジュアルファンブック1名様にプレゼントです、ぜひお願いします、振ってご応募ください、もう一回念押して、念押して、はい、はいはい、ということでご登場いただきました、はい、はい、クイーンジョーカーのひすいさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。はい、おはいすいです、はい。今回は2回目登場ということで、はい、はい、先々週に引き続き、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。はい。はい。そうですね。さあ、部員がどん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 増えて、とっても楽しい限りですけれども。はい、今月もですね、はい、2人にずっと、プレイしていただいてるんですけれども、プレイステーションポータブルで、先日、PSN でも配信になりましたですね、日暮しデイブレイクポータブルメガエディション、こちらやっていただいております、はい、どうしたあれからまたプレイされたりとかやってます？いや実は私ですね、はい、こうマネージャーから、はい、今日入ってこう入り出番30分くらい前に、はい、ごめんお待たせって言って渡されて、あ、それまで募集されてたみたいな。そうなんですよ、あの先週出演したサーリンの手にありましてですね、はい、私実はこの1週間練習ができなかったんですが、はい、さっき女の子をニヤニヤして見ながら、うん、はい、そう練習画面を見な画面見ないでこう三角も連打して頑張ってたんですよ、はい、頑張ってたのか、ね、ネプチューンで切り開いたのか分かんないんですネプチューンで頑張ってます、よだれが、あの先週ですね、桐原さんがとっても大活躍をしてくれまして、はい、らしいですね、私がへたれてる横で桐原さんがどん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 倒すもんですから全く私は何もしないままにあクリアしちゃったっていう感じだったんですけど、あのさすがにですね、部長のくせして部員に任せるのはよろしくないということで、はい、あの毎晩寝る前1時間はヒデブをやろうという、うん、すごい誓いを立てまして、はいはい、寝る前1時間ヒデブ時間を設けまして、え、すごい、はい、練習しました、はい、今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、毎晩ちゃんと自分の時間を取ってです ね、 そうですね、小学生が真剣ゼミやるみたいですよねもういつやりながら落ちてもいいように風呂も入って、はい、布団の中でこう1時間はい、寝ようみたいな、あちょっと画面が乱れてるようです、ごめんなさい、これ見ていた方ごめんなさいね、はい、はい、こっちは全然こっちは乱れてないよ、そうそうか、画面見てないもんね、はい、台本見ねえで画面見ねえってどうなんだろうね僕ね、はい、ですね早速、やっていこうと通信対戦の方で思います、じゃあすいません、あ、椅子切り替っていただけてお願いします、はい、はい、ではですね、今回プレイしていただくのはですね、うん、前回と同じ2人でですね、協力し合って CPU を、はい、ボコってくださいということでございます、うんうん、制限時間としてはまた10分間設けております、はい、はい、あまりにもですね、先週早く倒しすぎてしまったがためにですねひすいさんの第1回目の時の時間を参考にですね、時間配分考えたらめちゃめちゃ余ったっていうことが前回起きましたので、すいませんいえいえいえ、です、はい、頑張ります、大丈夫です、でトータルで10分見て設けてますんで、3回勝ってください、で今回ですね、はい、やっていただくのは、はい、まず1回プレイしていただいてますので、はい、CPU のレベルを中に持っていこうと、中で、はい、はい、そこまで持っていっていただいてプレイしていただこうと思います、今、はい、視聴者の方にご覧いただいてます画面が、これはこれはキャラクター選択画面ですね、キャラクター選択画面で、私がシオンちゃんです、シオンちゃん、はい、シリエナちゃんです、はい、今回はですね、見ていらっしゃる皆様の目を意識して、はい、ムチを持ってボンテージに、ボンテージムチを持ってボンテージにしてみました、素敵ですね、で、レナちゃんの方が、レナちゃんは浴衣にしました、浴衣燃え、はい、好きにしてください、本当に、わそういいですね、ではこれは、そうです、基準的には全部バルーンのサイズとかも全部一緒のまま、はい、ノーマルに、デフォルトにしていただいて、今回中で、中で、はい、始めてくださいな、あ、制限時間、
制限時間は制限時間はいや別に10分以内に3問倒していただければ、ね、あ、10じゃなくていいですか、うん、あ、わかりました。そうです、はい、あの正式名称は日暮らしデイブレイクで略すとヒデブになります。DSP はみんなヒデポっていうかな。ヒデポで、これ日暮らしデイブレイクポータブルのメガエディションだからヒデポミーっていう人はヒデブっていうと例えば、うん、同人のタイトルの時代からあそういうのみんな、まあ、全部総称してそういうふうに言われてますけれども、ほうほうほう、まあ、それ人それぞれじゃないですか、うん、ね、まあ、いろいろ略し方なんて。そうですね、はい、七さん頑張りましょう。頑張ります。頑張りましょう。絶対当てになんないですもんとか偉そうなこと言って私もやられちゃったりするんでしょうけど。ボンテージなんだ。ボンテージ、あれボンテージじゃない、あれわかんない、違う、ボンテージじゃなくなってる、なんていうかなんか制服着てますね。制服にブルマですね。そうです、なんだそれ。こういうこと考えるんだろうね。あ、後ろからサトシ君に殴られてる。で、まあ、今回から番組をご覧いただいた方にちょっとご紹介だけさせていただきますね。現在これをご覧いただいていますのは、アルケミストさんの日暮らしデイブレイクポータブルメガエディション。なんか飛んできた。基本的に2対2で戦うゲームなんですけども、今回2人ではですね、2対2なので、お互いチーム戦でして、CPU を倒していただこうというものです。で、基本的にこれでぐるん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 360度ぐる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 回って動いてるんですけども、まあ、三角で普通のノーマンの攻撃。で四角で、ショットで亀押しもできるよっていうですね。で相手のヒットポイントじゃなくてヒットポイント倒すとバルーンが今右に出てるのが 64% これ CPU の方のバルーンですね。で左に出てるのは今 21% に上がったのがこっちがやられたから自分の方の10キャラの方のバルーンです。対戦になるんだけども2人なんで2人対2人なので、2人で1つのバルーンってことですね。相手のパーセンテージを今回100設定にしてます。バルーンを 64% って今ついてるんですけども、あと残り 36% 乗っければそれで相手を倒せるよ、勝利ですよっていうことでございます。はい、今これよく見てると、瀬尾さんの番なんだけども、うん、瀬尾さんは攻撃しながらずっとゲージを貯めてすぐ出せるような状態をしてるんですね。そうです、ずっと四角ボタンを押しっぱなしで、うん、三角ボタンは人差し指で連打してます、うん、いわゆるモンハン持ちっていうやつでね。おお、なるほどなるほど、はい、ああ。ちょっと勝った。勝ったー。ありがとうございます。はい、まず結構中でも慣れてきたんじゃない？っていうか今回もですね、私は結構へたれてます。私ちょっと今頑張、翡翠さんがやってくれた。で僕カヤノさん。マクワブレイン。ああカヤノさんとさイーサーどうせ孤独なロンディーチャップリンさん。あどうぞ続いて。はい。あと何分ぐらい時間あるんですか？あとですね。はい。7分。7分半。お、いけますよ、ちょっと今日。あ、え、ボンテージになった？あ、ボンテージになった。ボンテージなってる。なんかさっきの。何でしょう。仮面までしてます。こっち向いて走ってますが、仮面までしてます。これでももしかしたら、ボンテージになってなかったのも、これバグだったら放送できないよね。大違うよね。違う。キャラ変えたんですよ。ファンの方に、はい、いいところいっぱい見てもらいましょうっていうことで。はい、そうです。はい、そうです。いいこと言いました。そうです。いい方にいい方に考えなきゃ。いい方に考えなきゃ。そう。今年あと15日しかねえ。いい方に物事は。15日もあるの。まだ15日もあるんだよ、師匠。15日で今年1年のいろんなことを挽回できるかもしれない。今年1年の？のいろんなことを。最後の最後に足怪我して病院まで行かねえんだって。これで長いもん。なんでどうするの？帰り宝くじかを。あ、多分外れますよ。この子は本当に。この子は、何の職業されてる方ですか？夢も希望もないこと言ってますけど。皆さんに夢を与える職業じゃないんですか？いや、違いますね。切ってくれますよね。あきぼとと TV のだけですよ、こんなに、ね、いろんな声優さんとかアイドルさんとかナレーターさんいらっしゃるんですけど、僕だけですかね、一般素人って。よくわかんない地位で、なんで僕この番組で出るかって、そこから始めなきゃいけないです。何パー？もう 92% なんで、はい。早いね。あれ？良いね。私毎晩1時間の練習のせいかほとんど出てないんです。今宙に浮いてましたね。はい、いいや、大丈夫。ちょっとレナ使いやすいですよ。飲み込みが入れない。ちょっとこのナタ重たくないですか？いや、重たいからこそ攻撃力が高くて使いやすいんですよ。なるほど。一撃当たると冷凍マグロと一緒ですよね。え、冷凍マグロは重たいけど攻撃力ありますもんね。あーとかね。マグロで攻撃するの見たことない。何のゲームの話してます？いくつか心当たりが。ごめんなさい、ごめんなさい、忘れてください。マグロ高いんだよ、ほんと最近。そうですよ。そう、今養殖マグロができてるようになったでしょ。うん、すごいよね、あれ。ねえ。ここ何、マグロ話するんじゃないの？いや、実は私、ネギトロが超大好物。マジで？あ
私ですね、魚は絶対九州の方が美味しいと思ってたんですけど、マグロだけは東京の方が美味しいです。え、マジですか？絶対東京の方が美味しいです。マグロだけはね、マグロだけね、マグロだけは、うん、他は負けないよ。でも負けないよ、負けないよ。いや今の時期とか牡蠣とかいいよね。カニとかね、ね、カニですね、カニ。ほらもうここに北海道出身者がいるもんだ。北海道出身の方がいらっしゃいますからね。あら、まあ、そんな日常的に食べてたよって方がいらっしゃいます。あと5分、あと5分、ね、でもあと一勝だから、え、これ勝てばいいってことですか？これ勝てばいいってことですか？余裕ですね、余裕ですね。これで負けたら笑えないんですけどね。ご賞にする？え、なんか今不吉な不吉なビートセリフが。あ、なんかあのどっかの北海道の人の不吉なセリフ。北海道の人ちょっと私あと一撃で死んじゃうんですよ。北海道といえばさ、うちのお店の在庫をゲームショップ1983に全部渡してさ、いいや、なんでもない。ちなみに翡翠さんはどちらの出身なんですか？実は私多分普通に東京なんですよ。全然東京出身羨ましいですよ私。え、なんですか？でも住んでるのはど田舎なんで、なんとも。あ、勝った！よっしゃー！三勝！よし！あっさり、あっさり。あっさり三勝。いいじゃないですか。まあ、時間頑張ってるんで、せっかくだったらプレイヤーキャラ変えて遊んでみてください。え、いいですか？うん。せっかくなって他のね、あのご覧いただいてる方にも、うん、どういうストーリーモードも、うん、はい、結構おすすめなんですけど。ストーリーモードじゃあちょっと前半だけストーリー見てみる。あ、再生しちゃった。ちょっと待って、待って、待って。あのね、どんだけうちの番組自由なんだこれ。何がいいですか？逆にみんなだったら、そう、なんだ、牡蠣送りましょうか。あ、ST さん牡蠣送ってくれるみたいなこと言ってるよ。ちょっとさ、そういう個人的なことやめて、ま、本当に。そこに乗る僕もどうかと。いや、スタートボタンとかで、わ、あれ？始まってるよ。多分再生をしたんじゃない？いいよ、別に。もう2勝したから、相手、はいはい、今日は対戦100点でーす。なんですか、なんかその、いやらしい言い方。これはですね、でっかいな、ほんとこのナタ。そう、ナタでっかいんですよ。ちょっと、ね、あのレナちゃんの周りをうろうろしますけど、これ重たくて私全然扱えなかったんですよ、自分がやってる時。重たくて扱えなかった。重たくて。だってこれ走りづらいんですもん、この中持ってると。そうですね、めちゃくちゃ遅いですよね。生産 PSP より重たいもの持ったことないですもんね。いや、そのまさか、ね、生首とか持ったことあるんですよ。何ですか、何ですかその話。そんなもん、はい、あと1回くらいですか、はい、あ、もうこれ、はい、これ何、じゃあ僕何喋ったらいい、何喋ったらいい。そうですよ、まだ 0% ですよ、ね、もう全然余裕ですね。ね、だってもう今日だってクリアしたんでしょ、やること。うん、終わったでしょ。何しゃべってんですか、うん、え、次の番組で博士さん来た。あ、やられちゃった。あ、分かった、分かった、ごめんなさい、ごめんなさい。シーって言ってる、シーって。よいしょよし、で、試合が早く終わります。いいですよ、もう一本くらいやっていいせっかくだったら5本、まあ、キャラクター変えてもいいですよ。キャラクター変えてる時にそのままだってそこで再生するをしちゃいからいけないの。はい、再生しちゃいましたからね。せっかくだからだからひでくあのね、デフォルトで使えるキャラいるじゃないですか。うん、うん、デフォルト、デフォルトで使えるキャラ、メガエディションになってから使えた新キャラだと、使えるようになったのは、うん、とか、あと隠しだったのとか誰だろう、分かんなくてもね、うん、まあ一回触って、大体この下の方ですか。そうですよね、大体この下の方ですよね。さっきこれちょっと、うん、手品用の方、なんか この小池さんとかもいいよ。この小池さんが師匠が、うん、反り込みすごいですよね、強い強いっつって。あとそのなんか上の2つのおっさん、あ、おっさんとか言っちゃいけないですよね、か人からメーカーさんから書いてるゲームもね。この人はメイド服とか着ないんだ、ね、あら、それは残念ですね。何を着てるんですか。さとし君も、うん、お石さんもメイド服着てますね。着ます。いや、石さん美容師はあんま重たくねえよ。あれカセットは重たいけど、本体はそこまで重たくないしちゃう。まだ PS3 の方が重たいよ。大丈夫ですよ。ネオジョって意外と軽いんですよ。そんな話聞いてないか。わかりました、ごめんなさいね、はい。なんだかんだ言ってますけどね、結構力持ちですからね。そう、もうびっくり、この人の力も本当に、ね、リングも片手でバーンぐらい。え？そんなことないですよ。一体私を何だと思ってるんですか。2,3 個思いついたんですけど、口に出しません。また来週謝らなければならません。今週は来て一番に謝りましたもんね。先週はあんなこと言ってすみませんでした。あんなこと言ってすみませんでした。分かんないでしょこれね、番組始まる前に瀬尾さんに僕土下座ですよ。すみませんでした、何があったか相手言いませんけどもね、嫌いならないでくださいって言いました。何
でもないんですよ。ねねねね、先週ちょっと失礼な発言をされただけです。結構どうキャラ的にはおじさん使いやすいの使いにくい。あ、難しいですね意外と使いにくいけど当たると強いですね。ね、攻撃力が多分高い、うん、そうそう、そんな感じ。それをね、例えば三角2回ポンポンって叩いた後にまだマーカーが赤いうちに四角を離すと、これね、今回ですね、わざと操作説明するためにですね、みんなにはクイコンフィグデフォルトのままでやっていただいているんですけども、例えばその四角ボタン長押ししながら三角を押すのって、その、たま、通称モンハン持ちするのが辛いってなれば、人によってはその四角のボタンをですね、R に設定しといたりとか、L に設定しといたりとか、そっちの方がやりやすいですね、はるかに。クイコさんとしてはね。まあ、なんでわざとこのキーコンフィグ変えないでくださいって言ったかっていうと、ご覧いただいてる方に説明しなければならないっていう事情と。なるほど。ですので、意外とキーコンフィグするとね、やりやすいよ。ちなみに、翡翠さんは、どこにいるのかな、はい、あ、翡翠さんは、あの、お母さんでしょ、お母さんでしょ、はい、でも、この今私をボコボコにしてるブルマのお母さんじゃなくて、じゃない、こっちのエンジェルモードのお母さんですね。そうなんです。ブルマのお母さん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 って年に何回言うんだっていうのは、もう1年分ぐらい言いましたね、ブルマのお母さんって。ブルマのお母さんは貴重ですよ。なかなかないですよ。いや、全然言い足りないですけどね。熟女。やばい、なんかやばい空気になってきた。お、あ、やばい空気になってきた。あ、来た。ちょっとこれどっちもどっちか1本取ったでしょ。今でも親代まだ発動できるよ、強さん。あ、勝った、勝った、勝った。はい、お疲れ様です。ふぅ、おじさんズは使いづらいですね。あ、でもさっきちょっと練習でおいしさん使ったら割と面白かったです。おいしさんちょっと練習してくるのかな。なんだこのガールストーン。来週はおいしさんにメイド服。そうですね、そうですね、ちょっと考えちゃったけどそうですね、はい、はい、ということで、はい、100点、今回は100点。よかったね、よかったですね、本当によかったですね。じゃあ3週目でようやくすんなりいけるようになりましたので、はい、楽園さんも、何このブルマお母さんまでコメントいただいてますちょっとですね、いろいろ視聴者 の好みを考えながら、ね、そうですね、いろいろ選んでいきましたけど、はい、どう、もう慣れたの。もう結構な、でも私なんだかんだ言って練習してきたって言って全然その成果でいけない気がする。なるほど。これはツンデレって取って来週から今日にしてみるってことですか。あ、うなずいております、はい、今日ですか、今日ですか、頑張ってください。来週か、来週はじゃあ今日で、てか来週で4週目だから一応最後総集としてもう一回やってもらおうかな。あらま、はい、はい、じゃあ今度こそちゃんと見目良い画面にできるように練習してきます。 そうだ、全然関係ないけどツンデレといえばさ、うん、なんで昨日の夏希さん、あの木夏さんの番組なんかミニ俺の悪口大会みたいな嫌いじゃないよ、僕には嫌いじゃないんだけどねみたいなこと言う。師匠、師匠よそで何やってる。あのツンデレ何本当にね、うるさいから呼ばなくていいよって、こっちだから出会いさけだっちゃう。そっか、じゃあお互いがツンデレなんですね。今度どっかで木夏さんに会った時にちょっと師匠の話しよう。はい、ということでゲーム女子部の活動レポートでした、はい、今週は100点いただきました、ありがとうございます。さてさてです、はいはい、ではこのままエンディングのお時間となってしまいました、はい、改めてですね、今日お越しいただきましたゲストのお二方をお呼びしたいと思います。はい、はい、コンパイルハートの金子さんと水野さんです。はい、すいません、お邪魔します。失礼します。あ、あ、こちらから失礼します。さて、私は後ろに立ちたいと思います、はい、師匠も後ろに立ちたいと思います。あ、すごい映ってる、映すげえハイテクだな、ほぼはい、ということでですね、1時間にわたってお送りしてまいりました水曜ゲームショーですけれども、いかがでしたでしょうか、出演してくださいましたお三方、じゃあまず水野さんから。はい、とても緊張しましたこう見えても緊張しました、はい、
喜んでいただけます。本気で怒られた。はい。はい、5TV ちゃんばりのちょっと赤面をしながら頑張っていただきました水野さんでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。金子さんいかがでしたでしょうか。はい、来週更新予定ですので、そうですね、はい。うん、お楽しみと。そうですね。22日から配信。22日からですね。22日から 5PB ちゃんとルケちゃん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。水さんどうでしたか。いやとりあえずあれですね、埃をかぶった PS3 を起動しようと思います。はい、あとあの PSP をモンハン抜いてちょっと昼間ちょっと練習してくるんで、また来週にはちょっと今日で余裕とか言ってられるように頑張るんで、来週も来ていただけるんですか。はい、あ、やった、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。クリスマスとか予定ないんですか。あら失礼ですね、ないですけど。クリスマスの予定とか聞いちゃダメですよ。一番ないじゃないですか、師匠が。僕の頃で今まではね、年末商戦とかするんだったから、うん、おなぜか今年は何もないですね。まあみんな負け惜しみですけどね、ここ。いい、一人ボンバーマンやるからよ。はい、ということでですね、はい、最後にですね、うん、この番組では皆様からのメールもどんどん、お待ちしております、はい、どんどんメールも寄せていただきたいと思います。俺なんか台本ほとんど学んでしっかりガン見してますよ。素晴らしい、はい、メールはですね、はい、秋葉 .tv の、トップページの右上のメールフォームからもお送りいただけますけれども、はい、アドレスを今から申し上げたいと思います。はい、メールの宛先はお箸もそう、そう言うよ、はい、info@akiba.tv、ごめんなさいね、はい、info@akiba.tv info@akiba.tv info@akiba.tv までお送りください。もちろんチャットのご参加もどしどし、お待ちしております。はい、そしてですね、うん、今週はプレゼントをいただいておりますので、あ、そうだ、そう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 、あのこちら改めて、あ、本当だ、師匠ここ。はい、こちらはですね、何しと禁止電子だから見えない、超次元ゲーム、うん、ネプテューヌの予約特典としてついてまいりました、はい、ビジュアルファンブック、はい、こちらに、はい、作画をしていただいている、うん、キャラクターデザインを、失礼しました、キャラクターデザインを担当していただいているスナコさんの直筆のイラストとサインが入ったもの、限定1名様にということですので、はい、ぜひどしどしご応募ください、はい、でこちらがですね、締め切りが12月29日、2週間後のあれですよね、はい、2週間後の水曜日、はい、29時59分、23時か、ごめん、ね、はい、23時59分のタイムスタンプ有効で、日付の切り替わるまで有効です、はい、ということですので、はい、2週間たっぷりございますので、皆様どんどんご応募いただきたいと思います。29日が大変でしょ、はい、ね、もうあのは一生懸命あの海の方から帰ってくるの、あ、応募しなかったみたいなことになっちゃいけないからね、テス、テス、テス、あ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 、はい、あれ、すいません、はい、番組プロデューサーから、はい、お伝えしなければいけないことがございまして、この人、昨日俺と一緒に高橋名人の方が俺のこと悪口したりする、覚えてる、覚えてる、ね、覚えてる、個人的な恨みはまた本当にまた謝らなきゃいけない。、はい、今ですね、はい、毎週水曜日、20時からお楽しみいただいております、はい、水曜ゲーム仕様なんですけれども、終わりますか。いえ、おります、あ、安心してください、まだ続きます。さっきの抱き枕カバーが放送コードに触れまして、はい、おりました。そんなことはありません、そんなことはありません。違う、あのですね、はい、実は、この番組なんですが、はい、来年1月から、はい、火曜日に移動します。おやおやなので、またね、番組最後後半の5分で重大発表です。来年連続ですよ、こんなこと言われるの、はい、あの水曜ゲーム仕様なんですけど、はい、番組名は、はい、現在、調整中でございます。水曜ゲーム仕様で火曜日になっとる、火曜日に水曜ゲーム賞やるんですか、はい、頭悪いんじゃないですかってちょっと言われました。めちゃくちゃ突っ込まれます。ちなみにですね、はい、来週水曜日なのに22日の放送が、はい、年内最後の放送となりますので、来週が、はい、最後は来週です。で、年明けからは、はい、1月の11日、火曜日から、はい、番組の方を再開したいと思いますので、2週空くのね、はい、2週空きますね、はい、はい、年末進行ということでご了承ください。大事なことはこうやって伝わる番組です。そうです。なんかいろんなことを番組最後に聞くんです。以上、プロデューサーでした。はい、ゲームショー、火曜ショーになるのかな。火曜ショー、火曜ショー、火曜ショー、今日そのレッドさんが火曜ショーな、まあ、そうね、はい、15周年らしいよ、おめでとうございます。おめでとうございます。ないんだから。
はい、ということでいろいろお知らせをいたしましたけれども、来年からは火曜日になるということですので、どうぞまた日にちが水曜日が改まってからもぜひご覧いただきたいと思います。この秋葉ドット TV にしてからですよ、もう3回目ぐらい番組改編でいろんなことがごたごた巻き込まれてますね。後番組始まるよとか、後番組始まるよとか番組変わるよとか、パートナーに変わるよとか、ついに曜日まで変わっちゃい始めましたいいように使われてますよね。じゃあもうこの後はいろいろぐちぐち言いたいと思います。はい、はい、では1時間たっぷりお楽しみいただきました水曜ゲームショー、はい、はいはい、今夜もお送りしてまいりました。私瀬尾アスカと、じゃあ順番にお願いします。はい、クイーンジョーカーヒスイと、コンパイルハート金子と、コンパイルハート水野と、トークインでした。ありがとうございます。ありがとうございます。来週今年最後です。またよろしくお願いします。